中尾純利は日本のパイロットである。1939年8月、世界一周新全飛行を行った、純国産機日本号の機長を務めた。1903年、鹿児島県の阿久根に生まれた、所沢陸軍飛行学校を委託生として卒業し、三菱重工業のテストパイロットとなった。1928年には、 日本陸軍の次期戦闘機の競争施策に応募した陸軍三菱春型試作戦闘機を操縦し、所沢飛行場での試験飛行で急降下中にパラソル翼が機体から外れ中尾はパラシュートを使って脱出した。これが日本における航空機からの最初のパラシュート脱出の記録となった。1939年。 毎日新聞社が企画した世界一周新全飛行のパイロットに選ばれ、同年8月26日、羽田飛行場を出発し、5大陸20カ国を所要日数56日、実飛行時間194時間の飛行に成功した。朝鮮戦争勃発後、秘密裏に米軍に雇用され、航空交通管制を学んだ後、米軍機に乗って、米軍人や軍需物資の輸送を行った。 中尾を中心に集められた民間航空出身者は戦前主に中国大陸や台湾、東南アジアを飛んでいた熟練パイロットで山中での夜間飛行が苦手だった米軍パイロットに代わって人選された。戦後、日本の民間航空の復活が西ドイツより2年も早かったのは中尾らの米軍協力を材料に松尾静馬が 占領軍に対して強く掛け合った結果であるという。日本の独立が回復した1952年、中尾は東京国際空港の初代空港長となった。また、中尾と共に朝鮮戦争に従事した他のメンバー7名も、その後は全日空や日航の機長となって、後輩の育成に努めたほか各航空会社の専務取締役、常務取締役に就任している。 ありがとうございます。